ノーマ・ウィンストンはイングランドのジャズシンガーであり、作詞家でもある。50年以上にわたるキャリアの中で、彼女はボーカリーズによる即興演奏で最も有名である。イースト・ロンドンの某で、ノーマ・ショートとして生まれ、1968年にマイケル・ガーリックのバンドに加わる前の1960年代初期からダゲナム周辺のバンドで歌い始めた。彼女の最初の録音は、翌年、 ジョー・ハリオットと共に発表された。1971年に彼女はメロディーメーカー氏のジャズポールトップシンガーに選ばれた。1972年アルバム Edge of Time を自分の名前で録音した。ウィンストーンは1973年にリリースされたミノタウロスに関するギリシャ神話に基づいたジャズロックコンセプトアルバムラビリンスで ヤンカーのニュークリアスにボーカルを提供した。ウィンストンは多くのヨーロッパの主要なミュージシャンや放映アメリカ人、そしてガーリック、ジョン・サーマン、マイケル・ギブス、マイク・ウェストブルク、彼女の全部でピアニストのジョン・テイラーなどイギリスのジャズ仲間と仕事をしてきた。テイラーとトランペット奏者のケニー・ホイーラーと共に1977年から1980年にかけて トリオ編成のアジマスのメンバーとして ECM レコードにて3枚のアルバムを演奏し、録音している。彼らの5枚目にして、最後のアルバム、How It Was Then, Never Again はダウンビート誌から4つ星を与えられた。さらに、彼女はアメリカのピアニストであるジミー・ロールズやフレッド・ハーシュとアルバムを作った。2018年2月、ウィンストンはオールミュージックが 珍しい挑発的なアルバムと評したコレクションディスカンサードソングズ・フォー・フィルムズをリリースしたアジマス・エヴァー・ハルト・ベーバー・ケニー・ホイーラーありがとうございます